うございます。Day4、 体がバキバキで昨日も遅くまでやってましたからね。でそっから帰って僕はちょっと仕事があったんで家帰ったのが11時みたいな感じでやってました。なのであんまり寝てない。ハードコートはやっぱきついですね。まあ詳しく言うと右のかかと、左のふくらはぎ、両腰、左の肩甲骨、右の肩、右の前腕もういろいろ痛い。まあ多分ねみんなそんなもんです。はい、ハードコートは多分みんなどこかしら痛いと思うので、それをバレないようにというかやっていくだけかなと思います。そして僕の一番今日天敵やなと思うのは、ちょっと天気良すぎません？見てください、めちゃくちゃ天気いいんですよね。天気いいなぁ、しんどいなぁ。いやぁ、まあでもね天気に関しては相手も一緒なんでね。今日は大学の時の先輩です。先輩ばっかりやなそしてめっちゃ強かった人で、僕もうダブルスペア組んでもらったこともあります。めちゃくちゃうまいです、ほんまに。フォアハンドめっちゃかっこいいんで、ぜひご覧ください。僕めっちゃ好きですね、あのフォアハンドは。まあ僕も打つタイプなので、まあ打ち合い合戦というかそういう感じになるかなと思いますけど、まあとりあえず9時から試合なんで、しっかりちょっとアップして頑張っていきます。これ勝ったら決勝なんでね。準決勝、さあそれでは関西ハード準決勝戦をご覧いただこうと思います。今回もなんとか準決勝までたどり着くことができましたんですけれども、ここに来て強敵のお相手と対戦することになりました。はい、対戦相手の方が大学の時の一つ上の先輩になります。はい、直屋さんっていう方になります。はい、もうこれからちょっと動画内では直屋さんというふうに呼ばせていただきます。直屋さんはね僕の一個上なんですよ、大学で。でフォアハンドがめちゃめちゃいかついです。本当にもうがっちり構えられたらもうマジで取れないです。僕はですけど、はい、なんかねもうほんまにボールがかわいそうというのはこのことを言うんだろうなっていうぐらいボールをもうしばき倒してます。はい、僕もかなりねフォア打つ方なんで、あのボールがかわいそうとかよう言われるんですけど、いや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 、ちょっと待ってくれと。もうこの先輩のフォアハンドの方がどう考えてもボールがかわいそうやなって僕は思います。はい、ということは今回の僕の対戦相手と、直屋さんと僕と、その間に挟まれているボールが一番かわいそうっていうことですね。はい、で、見てわかる通りフォアがマジでいかついです。はい、もうほんまにプレースタイルで言うと多分ねちょっと似てると思います。僕も直屋さんもがっつり回り込んでそこからの展開でポイントを取っていくっていう感じですね。なのでこの対戦も終始どっちが先回り込むかみたいな戦いになります。はい、まあ大西くんとも似てるっちゃ似てますね、プレースタイル的には。大西くんも直屋さんも僕もフォアでどうにかする、フォアでポイントを取るっていうのを軸にして戦っていくプレースタイルにはなりますね。なのでフォアがっつり構えてそれをクロスに打つのかストレートに打つのか回り込んで逆クロスに打つのかみたいな感じですね。今のとかももうめっちゃいかついですよ、球がほんまに速いです。はい、そして直屋さんは、キャッチ力もすごいあるのでほんまに結構ねちゃんとしたところに狙わないとぶち込まれてしまうので、はい、ちょっとこのポイントとか見てください。はい、ファーストが入って回り込まれました。もうこの展開結構やばいですね。はい、しっかりこれを回り込まれてストレートにぶち抜かれるというね、これちょっとリプレイをご覧ください。サーブをバックに打って、まあこの形で言うと僕の方が有利かなと思うんですけど、僕の回り込みが甘かったので回り込み返しされて、でここで僕がバック打たされて回り込まれてストレートに打たれると、これ
倍速遅くしてますからね。それであの速さですからね。いやーもうなんかもう狂気ですね。なんか本当に自分と戦ってるような感覚みたいな感じですね。あ、僕と戦ってる対戦相手もこういう思いしてやってんのかなみたいな感じですね。なのでもう本当にお互いどうやって回り込もうかなみたいな感じですね。はい。まあもちろんネットより下でね球を打たしたらそんなに強打は飛んでこないっちゃ飛んでこないんですけど、直哉さんの特徴としてはフラットでフォアバチコーンって打ってくるっていうよりも回転グリグリかけて入れてくるっていうタイプなんで、多少ネットより下からでも思いっきり回転かけてバーンって打ってくるので入ってくるんですよ。なので結構厳しいところを狙っていかないとダメっていう感じになりますね。直哉さんはねちょっとね現役と違ってベテランの試合になるとなんかね全部スライスで打ってはるんですよね。しんどいのか打てないのかちょっとわかんないですけど、バックハンド結構スライスが多いのでまあそこが狙い目かなと。ただこうやってね構えられるとね、球がいかついんですよ。こうやって構えられて、はい、もう終わり、もう無理、もうエッグすぎる。はい、ちょっとリプレイをご覧ください。なんとか返すんですけどフォアに行く。あんな打ち方でそんな深いところ行ったらあかん、危ない。はい、でここでしっかりバックで打たされてフォアで走らされてオープンコート作ってしまってここで打ち抜かれると、まあ無理ですね。はい無理です。まあここまで行ったらもう無理です。そうならないようにこうやってねバックでね打たして、スライスで打たして、でこれももう一回バックでスライス打たして、でこれももう一回バックでスライス打たして、でこれももう一回打たしてやりたかったんですけど、やっぱり甘いとこうやって回り込んでからのストレート逆クロス、どっちかに飛んできて僕がミスらされると。はい、そういう展開がほんまに多いです。はい、こうやってねスライスのちょっと高いところ、バックの高いところにボールがこうやって飛んでいってくれたらスライスでは返ってくるんですけど、そんなに滑ってくるスライスは返ってこないですね。まあ、ハードコートっていうのもあるので、高い打点でスライスを打たすとね、もうスレスレのスライスはちょっとねもう物理的に打てないので、ああいうところで打たせたら一番ベストで、この展開に持っていけば僕がポイントを取れるんですよね。あのポイントで、あの形でねポイントを取れるように持っていきたい。はい、回り込んでちょっと甘くなった、ただもう一回回り込んだんですけど、やっぱり厳しいところを狙わないとダメなのでちょっと無理させられるっていう感じですね。はい、これも回り込まれて僕も回り込んで、この球をどうするかっていう感じですね。はい、無理です。はい、ちょっともう打ちすぎ、もうほんまにえぐい、がっつり構えられたマジでわかんないんですよね。この球も深いで回り込まれるで頑張って打つんですけど、やっぱりちょっと深いところを強いられてミスしてしまうと。はい、ファーストセット 1-4 ですね。はい、かなりまずい状態ですね。ファーストセットここまで追い込まれるのはベテランではちょっと初めての形ですね。でこれもミスらされるんですよ。本来普通にね返したらいいと思うでしょ、僕も思ってますよ、思ってるんですけど、甘くなったらもうバーンって打たれるんで無理みたいな感じになってしまうので、やっぱり回り込まれるんやったらどうせならちょっとセンターらへんのフォア側に打ったら方がまだミスってくれるんですよね。直哉さんはね結構フォアの準クロスも結構いかついんですよ。なので中途半端なフォアに走らすような球を打ってしまうと鋭角に球が飛んでくるので、そういうわけにはなかなかいかない。こういうのね、こういうの、ああいうのが飛んでくるんですよ。いや無理無理無理ね。はい、今のはナイスリターンでしたね。さあ40-30、ここ取っとかないとね、ここ取っとかないとまずいですからね。取ったら 2-4、 取られたら 1-5。 さあここ40-30なんでね、しっかりこのクロスがちょっとアウト、僕の準クロスがまだなかなかいい感じに入ってない。いい球が、いいリターンがいきましたね。
あれぐらい深くてちょっと重たいボールを打たないとミスってくれないんですよ。さあなんとかブレイクして 2-4、 ここのキープをね、今の速いテンポでね行きたかったんですけど、なかなか厳しいところを狙わないとダメなので、さあこれを回り込んで、これがちょっと甘くなったけど、今ぐらいのね、今ぐらいのとこでいいんですよ。あれぐらいのとこやったら、準クロスのえぐいところは正直あんまり、まあ角度的に来ないんでね。まあただその次僕が見捨てるから話にならないですけどね。おー、いいですね。あの回り込みのストレートはいいですね。ああいうあれぐらいギリギリのダウンザライン狙わないと無理なんですよ。さあ、サーティオール。さあ、日本人が先回り込んで、バックで打たして、これをオープンコートに打ったら、これが、微妙やったんすよね。これね。まあ多分入ってたんですけど、僕があんまり納得いってないっていうだけです。はい。多分普通に入ってました。もうなんか納得いってなくてずっと眺めてしまいました。見ても変わらんのにね。はい。まあ取られてしまって、2-5。はい。もう結構ピンチですね。まあでも、僕セットはよく諦めたりはしますけど、ファーストセットは諦めないですよ。ファーストセットを取ってセカンドセットを諦めるとかはよくありますけど、ファーストセットはやっぱり取っておきたいんでね。取っておきたいよ。ラブ40やけど。まあもうここまでいったらもう正直あんまりもう、あ、無理やなっていう。セカンド頑張ろうみたいな感じですね。はい。もうファースト取られてしまって、はい、新球ですね。こっから新球になって、第2セットが始まります。球が深い。はい。さあ、ここで新球ですからね。しっかり声を出して、この新球になれるようにちょっと回転をかけながら入れに行ってます。で、このセカンドセット僕が結構意識してたのは、もうバックにいっぱい打とうって思ってました。ファーストセットは正直フォアにもちょっと散らしてたんですよ。フォアにもちょっと散らして、バックも開けようって思ってたんですけど、ちょっとね、あまりにもフォアに打った時の直屋さんの準クロスがエグかったので、僕がなかなかポイント取れないような状況が結構多かったので、やっぱりフォアも打ってバックも打ってっていうのをすると、毎回ね、僕も考えないとダメなんですよね。これどうしよう、これバックに打とうかな、これフォアに打とうかなみたいな感じで考えると、やっぱりちょっと迷うじゃないですか。なのでもうセカンドセットはもうできるだけバックバック全部バックみたいなのを意識して、ほとんどバックサイドに狙うようにっていうのを心がけてました。まあもちろんフォアサイドにもね、やっぱ打っとかないとバレバレになってしまうので、打つのは打ちますけど、基本的にはもうほぼほぼバックオンリーで、こうやってね、こういうね、はい、バックをちゃんと意識したら、僕はもうバック狙うだけなんで、どこに来ようが全部バックっていう風に、もうなんか考え方をシンプルにした方がやっぱり人間遂行するのは簡単なんで、オープンコートができたらフォア打って、あんまりオープンコートができてなかったらバックに打ってとか、なんかそういうのを考えると僕ちょっと無理なんで、はい、こういうのもミスってもいいから全部バックバックっていう風に、でセカンドはもちろん取る気満々なので、ファイナルセットに向けてもやっぱりずっとバック打ってくるなこいつみたいな思ってくれたら一番ね、ラッキーなので。さあ 1-0、 いきなりブレイクポイント、ここをしっかり取っておきたいところで、ちゃんと取れました。これは熱いですね。2-0。さあ、このキープ大事ですからね。いつも言ってますけど、ブレイクした後の自分のサーブをしっかり取らないとダメですよ、日本一。さあ、この1本目大事やってるやん。もうなんでミスんのよ。ね。もうこの1本ずつをミスるとかもう絶対あかん。はい。ただ、直哉さんもちょっと気が抜けたのか、体力切れなのか、ちょっと怪しくなってきてますね。さあ、そこをしっかりつけいってね、ゲームを取らせてもらいましょう。ポイントはね、失ってもいいんですよ、別にね。ポイントは失ってもいい、ゲームさえ取れれば何の問題もない。さあ、30-15。さあ、これをバックに打って、これがちょっとアウトになるので 40-15。 さあ、1本で取りましょうね。あー、やばいよ、この形まずいよ。
こんな形まずいよ、頑張ってしのいで、そうバック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 にバックに、あ回り込まれた、これはまずい、これはまずい、おギリギリ、そうなんです、新球なんです、よく言ってますね、新球は飛ぶんですよ、ストレートアタック結構ミスるんで、さあいい形で 3-0、 さあもう 3-0 のリターンゲームはだいぶね、だいぶ気持ち楽にいけるんで、さあここで直哉さんもね、やっぱりファースト取ってちょっと安心はしてるはずなので、その状態でセカンド 3-0 ってなると、あ 0-3 ってなるとね、結構やっぱメンタルにね来るので、さあそのメンタルに来てるところでしっかりポイントを取っていきたい、さあバックで打たして、これを回り込まれた、まずい、いい球が飛んでくる、無理やね無理やね、あんな角来てあんな無理、絶対無理です、はい、まあ切り替えて、さあここいい形で取りました、40-30、またしてもブレイクポイント、1本で取ろうね、1本で、このネットインがあんなに来る、もうでも、ああもう無理、ああ無理ですね、はいあんなネットインでオンラインってある、飛びすぎ威力ありすぎ、はい、もったいない、せっかくねリードしてたのに、40オールでリターンミスなんか、もう相手何もしてない、サーブしか打ってないよね、そういうミスをしたらダメなんですよ、せっかく 3-0 でね回ってきてるんですから、まあまあ言うてリターンゲームなんでね、もう切り替えていくしかないので、さあ切り替えて自分のサーブをキープしといたらいいんですよ、キープしたらこれ 4-1 ですから、しっかり回り込んで、球が深い、これはまずい、はい無理ですね、もうあの形になったらまあ無理なんですよ、もうあっこまでいったらもうしゃあない、さあラブサーティー、まずは1本、さあ回り込んでバックで打たして、さあこれをもう1回バックに打ってスライスで打たして、これがちょっとアウトになりますね、はい、僕が結構前に攻めてたんでね、さあまず1本取ったので、はい、ここはラッキーでしたね、今のもう結構死亡フラグが立ってましたね、回り込まれてたんで、さあ30オール、いやこれもラッキーでしたね、直哉さんがだいぶね疲れてきたのか、メンタルが来てるのか、僕の球がいいのかわかんないですけど、結構見せてくれてます、さあこれをなんとかしのぎたかったんですけど、球がいかつい、さあ40オール1本、ここ取ろうね、ここを回り込まれて、深く差し込まれて、これはマジででかかった、ほんまにでかかったですね、それまでに僕がやっぱりバックいっぱい打ってるっていうのもあったし、あの打たれたやつもなんとかしのいで返してたのがやっぱでかかったですね、やっぱ直哉さんもキワキワを狙わなあかんって思ってくれてたみたいでね、はい、なんとか取って 4-1 で、なんでそこでミスる、ラブサーティー、ここはもうラブサーティー絶対ダメですね、はい、1本取って15オールにしておかないと、まあなんとか取って 15-30、 なんでそこでミスターリターンミスをする、もったいない 15-40、 さあまずはここ1本取り返したい、サーバックで打たして、もう1回行きたかったんですけど、まあ 15-40 なんでね、いいでしょう、さあ自分のサーブをねしっかりキープしよう、1本目が大事、1本目が大事です、ラブ15、はい、これラッキーでしたね、そうここも直哉さんリターン大事やったんですよね、さあこの球が深い、おお打ちすぎ無理はい、リプレイご覧ください、はい、15オールですよ、15オールでこのスイングですよ、この構えて、はい、軸全くぶれてないですね、はい、軸全くぶれてないので、で構えも早かったので、もう僕どっち来るか分かんないんですよ、あんな無理です、もうあんな無理、はい切り替えて 15-30、 さあこれバックで取らしたのがでかかったですね、今ちょっと多分回り込みたかったんでしょうね、そこをなんとかいいサーブが入ったので、さあ30オール、ここ大事ですよ、ここ1本取ったら 40-30 なんでね、ただちょっと展開的に僕がバックで直哉さんが回り込んでるんでね、もう無理なんですよ、この形いっちゃんあかん、いっちゃん取れる未来が見えない、さあ 30-40、 まずい状態でタイミングが崩れてくれましたね、さあ40オール、ここかなり大事、さあ頑張ってポイントを取りましょう、取ったら 5-2、 取られたら 4-3、 かなり違う、
さあ走らしてストレート打ってスライス打たしてオープンコート作ってしっかり決めました。これはマジで良かった。ほんまにいいポイントです。もう絶対リプレイ見てください。これはさあここで回り込まれてちょっとまずいなっていう感じやったんですけど、ちょっと甘かったので回り込みストレートで深く打って後ろに追いやる。でこれ回り込んでくれたのが結構でかかったですね。でこれで走らして、でこれストレート打ってでスライス打たしてオープンコートライジングで浅くショートクロスでしっかり決める。完璧です。完璧な形でゲームをしかも40オールで取りました。さあ 5-2 直屋さんサーブ、この1本目頑張って取っておきたいところ。ちょっと今悩みましたね。いろいろできたんでね、ゆっくりな球やったし、まあ今のミスは仕方ない。ラブ15。さあここを取れば問題ない。ジュンクロスがえぐいけどそれをやり返して、これがジャストアウトですね。もうほぼ死んでましたけどね、ラッキー。さあ15オールですけど、ここのリターンミスはもったいない。15-13回り込んでこのストレートが入る。これはマジでいいリターン、ようやった。さあ30オール1本、ここをリードしたいところで焦ってくれましたね、ありがたい。40-30。さあ40オールみたいなややこしいことになる前に行きたいんですけど、流れ的に結構まずいですけどね、流れが完全に僕でしたね。まあファーストセットみたいな流れやったら完全に今の入ってましたけど、あれを見せてくれたので、さあ26-62ファイナルまで行きました。さあもう今大会はもうファイナルセットの男なんでね、もうファイナルまで行ったら僕絶対勝つって思ってやってるんで、もうこんなんファイナルなんて言ったらね、もう気持ちなんですよ。本当に本当に気持ち次第。さあこの1本目を取っていい形、このファイナルのね、またこれ新球なんでね、新球でのこの1ポイント目はかなりでかい。さあ2ポイント目もいい形で取って、さあ30ラブ。さあもう1本連続でね、連続で取りたいんですよ。球が深い、回り込まれて、はい、直屋さんがちょっとね、もうマジファイナルかよって多分ね思ってくれてるんでね、はい、体力は多分僕の方があるはずなんで、しっかりまずキープをして1-0。さあここを1本取ってブレイクを連続で重ねていきたいところ。いいリターンは返ったんですけどね、やっぱり新球ってなるとまたね、打感とか振り抜き具合とか難しいんでね、いいリターン返りましたね。とりあえず15-30もう1本回り込んで打ち込んでいい形、その前へ前への気持ち大事よ。さあ30オール、ただ結構回り込まれて打たれたのでもう球威押しされましたね、仕方ない。30-40回り込んで打ち込んで、これが返ってくる、入ってる。これラッキーでしたね、マジで危なかった。今のももうほぼ C 確定やったんですけどね。さあ1本40オール、さあリターンちょっと打ち込んで、このスライスが入る、でこのスライスも入る。ただ日本一のターンですねこれ、完全に回り込みをして、さあ深いところにも打ってスライス打たして、でもう一回スライスで打たしてオープンコート、あなんなんでミスる、なんでミスる、はい、僕この時もなんでミスると思ってました。まあなんでミスるかっていうとね、自信持って振ってないからなんですよ。あと新球っていうのもありますからね、新球でストレートはね僕ダメなんですよ。分かってんねんけど、あそこ打つしかポイント取る未来が見えなかったんですよ。はい、ここまでいい形、はい、ここもいい形、スライスでもう長谷さん完全に崩れてます。ただねこうやってね空いてるんですよ、フォアサイドが空いてたんですよ。打つ選択は間違ってはなかったんですけど、打つなら自信持って打とうね、中途半端に振るからね、新球やからこんな感じになっちゃうんですよ。新球はもうしっかり思い切ってボール潰してスピンかけて打ちましょう皆さんね。今のもねちょっとアウトなんですよ。さあここでダブルフォルトをしてしまう、もうさっきの40オールのストレートミスをだいぶ引きずってますね。ちゃんと切り替えて41、もう取られたもんはしゃあないんでね、
はい、ラブ40でなんとか1本取って1540、このドロップがめっちゃ甘くなって、何がしたかったんでしょうかっていう血迷ってる感じでしたね。はい、なのでいきなりブレイクされて 1-2 でございます。結構まずいです。いや、でもこれを取ったらね、これを取ったらまだわかんないんでね。はい、これが下手くそすぎましたね。いろいろ迷いすぎました。あのクロスに打つのかドロップするのかバックに打つのかって思ってる間にボール来ました。はい、悩んでる暇ないんですよ。直屋さんみたいな球速い人とやってる時はね、もう決めたらすぐ打つ、はい、そういうのをしないとラブサーティーみたいなことになってしまうんですよ。さあ、まずは1本、まずは1本。今のはね、結構あのセカンドセットでバックハンド、バックサイドばっかり僕は狙ってたんで、あえてバックでも今フォアサイドに打ったんですよ。ここら辺からね、ファイナルはね、僕いろいろ考えてフォアにもちょいちょい散らしながらやろうって決めてたんで、セカンドセットでね、僕がもうバックばっかり打ってるっていうのは直屋さんも多分分かってたと思うんで、ファイナルセットはもう散らそうと思って決めてました。さあ40オール、さあもう一回40オールですよ。ここマジで取らないと、ここマジで取らないと、いい形でさあフォアに打ってオープンコートができて、はい、もったいないね。今のはもうやらかしましたね、完全に。40オール2回落としました。もうこの時点で2ゲームプレゼントしてるようなもんなんでね、もう最悪の立ち上がりですね、ファイナルセット。まあそんなも言うてられないんでね、はい、ここでちょっとそろそろイライラし始めてます。はい、ただね、ちょっとね、ここら辺から僕むっちゃ難しい選択をしました。こっからのポイントちょっと見てください。何かが変わってます。はい、これがねノータッチエースになるんですよ。でこのポイントもノータッチエースになるんですよ。でこのポイントもノータッチエースやったかな。ああ、ここはちょっと逆つきましたね。はい、ノータッチエースでしたね。はい、何を変えたかというと、めっちゃ押すようにしました。前の試合の先輩の時にも言いましたけど、ボールをかなり押すようにしましたね。かなり押すようにしてるので、結構繊細な押しが必要になるんですよ。なので結構集中してます。で早いテンポでいつも以上に押し込むっていう形ですね。でさらにこの直屋さんのこのえげつないこの球、この球を弾かないようにしっかりボールを包み込んで押すっていうのをむっちゃ難しいことしてました。めっちゃ難しいことしてんなと思いながら、でもこれやらないと勝てないんですよ。これやらないと勝てないので、これが失敗したらもう無理やと思ってたんで、もうそれをね、もうやるしかないので、めっちゃ集中してやろうと思って、しっかり押し込みで頑張ってやってました。なので多少ミスは多くなります、多くなるけど、まあそこはもうしゃあないと思って、取れるポイントをしっかり取っていこうと思って、でしっかりね早いタイミングで球押してってやるので、もちろんですけどボールがあんま跳ねないんですよ。なので低いところで直屋さんも打たざるを得ない状況になってしまうので、攻められにくくなります。ただ僕の集中力もかなり必要なんで、はい、さあなんとかいい感じで追いついて4-3ですね。はい、4-3に持ってこれてキープに戻っております。さあここでねしっかり押していくんですけど、やっぱり感覚がねちょっと違うので、ちょっとアウトとかも結構多くなるんですよ。まあもうそこは仕方ない、そこはもう目をつぶって取れるポイントをねちょっとちゃんと取っていくっていう形ですね。さあこの直屋さんのサーブをブレイクできたらかなり熱いんでね、
まあ別にキープされてもね、キープなんでね、4-4 の状態になるだけなんで、まあちょっと思いっきりいっても問題ないかなという形でポイントを進めております。さあしっかり頑張って返すんですけど、もう無理ですね。1本ね、やっぱりね、押すになってると守備力がね、ちょっとね低下しちゃうんですよ。まあもちろん見てたらね、こうやって客観的に見てたら、いや今のボールもうちょっとループボールで打って逃げたらいいやんというのはね、僕も見てたらわかりますよ。見てたらわかるんですけど、それの守備のボールをいきなりこの速い球で、僕が速いテンポで打ってるっていうタイミングでいきなりゆっくり打つのってむっちゃ難しいんですよ。でそれをもしミスったら、あの直哉さんにしっかり構えられてボッカーンっていう風な形で決められてしまうので、やっぱ怖いんですよね。なかなか怖いんですよこれが、またなのでそこをちょっといろいろ考えながらやってるっていう感じですね。このセット、このゲームはちょっともったいなかったかな。取りたかったですね。さあ 4-4、 ここのゲームめっちゃ大事ですからね。ここキープするだけで 5-4 で相手にプレッシャーを与えれるので、このゲームマジで大事。さあサーティーラブ、いい形でポイントは取れているので、このまんま行きたいところなんですけど、そう簡単にはいかない。 30-15、 いい感じでしっかりボールは押せてる。ただ回り込まれて結構まずいけど、あの位置はね、直哉さん結構ミスってくれるんですよっていうのにちょっと後半気づきましたがっつり回り込まれたり、がっつりフォアに打ったりとかするとすっごい鋭角にねボールが飛んでくるんですよ。さあなんとかキープして 5-4、 直哉さんサーブ、この1ポイント目マジで大事なんで、この1ポイント目を取るか取らないかでかなり命運が分かれますので、はい、僕からしたらまあキープされてもまあキープやしっていう状態でも、直哉さんからしたらキープ当たり前やけど、やっぱりゲームで見ると 4-5 なんでね、結構大事なんですよ。さあここでかなり長いラリーが続いております。そして意外と日本一が主導権を握ってる状態。ストレートに打ってスライスで打たして、これよう回り込んだ。でこれがなんか返ってくる。今の大体普通ミスるはず。さあこれももう一回回り込んでストレートに打って、これをミスってくれたんですよ。もうこのポイントを取って僕はもうほぼほぼ勝利を確信しました。この1ポイント目マジで大事やったんで、でやっぱりもう試合も続いてって準決勝まで来てるんで、お互いもう体ボロボロなんですよ。もう僕なんてもうファイナルセットをいっぱいやってるんで、もうしんどいんですよどう考えても。なのでここで終わらしたいので、もうこのポイントマジでほんまに大事やなっていう気持ちでやってましたね。さあこれを回り込んでスライスで打たして、このスライスをしっかりフォアで走らして打たして、このバックハンドの順クロスをもうちょっとクロスに行きたかったけど、まあまあスライスで打たしたのでいいかなと。でこの球をもう一回スライスで打たして、これよう回り込んだ。この回り込んだのをストレート、いい深さ、ちょっと角度は甘かったけど深さでなんとかゴリ押しで、もう一回スライス打たして、で回り込んで、これはちょっと甘かったんですよね。あれちょっと甘かったんですよ。角度も浅さもすごい微妙な感じやったんで、直哉さんも多分ねここやと思ってくれたのがちょっと力んでくれたんですよ。まあそれまで僕が結構ね回り込んで打ったりとかしてたんでね。さあもうここまで来たらもう僕のターンですよ。直哉さんもう取らせてください、もうしんどいので。さあ30ラブ、ここを取って40ラブでポイントを取りたい。形もう完全にね、あの1ポイント目で流れがもう大津波が僕の方に来てるんでね。さあここ1本で締めましょう。
40ラブ、このリターンがいい感じに入って勝ちました。めっちゃ嬉しかったです。見てわかるでしょ、めっちゃ喜んでるんですよ。いやマジで嬉しかったですね、この勝利はほんまに。はい、なんとか266264で勝ちました。下克上成功でございます。はい、直哉さんとはね、大学の一つ上の先輩なんで、結構試合は何回かやったことあるんですけど、多分僕1回も勝ったことないんですよ。あんな球打たれたら無理でしょ。はい、なので1回も勝ったことなかったので、マジで勝ちたかったんで、めっちゃ嬉しかったです、ほんまに。はい、いやいや、もうありがとうございました、対戦。はい、で、こう頑張って勝ったので、僕からのお願いなんですけど、直哉さん、インスタをやってはるんですよ。はい、なので、直哉さんのインスタ、概要欄に貼っておくので、ぜひともフォローしてあげてください。はい、頑張った僕と直哉さんとのお願いです。一度見るだけでもいいので見てみてください。いろいろテニスのやつ載したりしてあるので、フォロワー増えたら喜んでくださると思いますので、ぜひご覧ください。はい、とりあえず勝ちました。よう勝ったよ。はい、もう体ボロボロなんですけど、次は決勝戦になります。はい、その決勝を勝てるようにね、頑張りたいと思いますので、また動画の方をお楽しみにしていてください。はい、勝った勝ちました、勝ちましたよ。球エグすぎ、ほんまに球速い、やばいっすね。いや、だ僕も多分速い方なんですけど、打ち合いになるかなと思ったんですけど、無理っすね、取れへ ん、 あんながっちりフォアで構えられたら無理ですね。今帰っていきました。僕多分ね、現役の頃勝った記憶ないですね。はい、勝った記憶なかったんですけど、まあ下克上ってことですね。いやー、マジで疲れた、ほんまに疲れた。で、決勝戦の相手が今ファイナってます。で、決勝戦の相手の一人の人が京都市選手権でやった方が第一シードなんで、その人か違う人かどっちかっていう感じですね。勝ちました、マジで嬉しいですね。マジでほんまに今日すこぶる調子悪かったですね。うん、諦めそうにはなってないですけど、ちょっと心は折れそうやった感じですね。ふかしまくってたんで、これからダブルスがあります。2時間ぐらいあるんですけどね、ちょっともうシャワー浴びて休んどこうかな。とりあえず勝ちました。